今日は大会が終了しました。で、結果から言うと、クラスで6位入賞っていう感じで、形で終わりました。今日のレースも、あんまり数字が安定しなくて、いいレースは少なかったんですけど、だから次のレースに向けての課題が残りました。で、まあ帰ってきてからは最近やってるように縄跳び跳んで、ちょっと動いてっていう感じでやりました。今日感じたことは、最近やってきたスイッチを早く入れるっていうことは、まあ意識してやってて、まあうまくいくときとうまくいかないときが明確に自分の中であります。で、まあ勝つときはなんか意地で勝つみたいな、なんか意地の張り合いなのかなみたいな感じで思いました。今日はそんな感じです。